はい、今日ののぞき見チャンネルは全てにこだわってる、全てにこだわりのイノチェンザバエスタジオネさんに行ってきます。どうもです。こだわりのゆうたくんです。井上ゆうたさんです。はじめまして、井上です。よろしくお願いします。金目じゃん。これは勝浦で上がった、1キロ の、 あの金目鯛ですね。で、あともう一つこっちはレンコ鯛、お刺身は今日また。レンコ鯛、レンコ鯛っていう鯛です、ね。釣って船上生け締めって言って、船上で神経締めしちゃうんですね、うん。そしてもうこうやってエラとか内臓も全部取っちゃうんですよ。酸化とあと水分っていうのがすごく魚にダメージが多いってことで、釣ってその場で全部仕立てていく、だまあ一番海に近い状態でこっちに持ってきてもらうっていう形を今取ってます。はい、すごいですね。全てにこだわりの今ね、紹介がね、全てにこだわりのお店ですからね。ありがとうございます。まずお魚だけで今すごい説明だったよね。すいません、ちょっと説明が長くて。いやいやいやこれはどうするの、お刺身。そうですね、お刺身がいいですね、うん。僕は金目鯛は、まあ、僕はちょっと皮目の脂が好きなんで、うん、多分あんまり和食さんってこれを焼いて炙りでカルパッチョしないんですけど、うん、僕はもう焼き霜って言って炙りでカルパッチョにします。はい、うん。でちょっと肉厚に切って、お刺身なんだけど焼き魚食べてるような感覚、うんうん。でちょっとお醤油では結構ソースはしてないんで、まあ、お野菜とか、まあ、あと新しいちょっと変な僕が作ったソースとかでちょっと入れてもらうようなカルパッチョをご用意してます、うん。はい、もう魚もこだわって、次はこの野菜なんですけど、すこれ全部私見たことないんだけど。僕も見たことなかったですけど、やっぱり、これは鎌倉の、まあ、鎌倉野菜ですね。ちょっと今珍しいお野菜だと、本当昨日の朝から始まったこの、これちょっと珍しいですね、うん。これなかなか見たことないと思うんですけど、はい、うん、これプチベールっていうお野菜ですね。ケールとキャベツの合いの子 で、うん、で一応ちょっと2種類で、こいつらはちょっと結構アクが結構あるので油とすごい相性がいいから、素揚げしてあげたりとか油でソテーしてあげたりしてます、はい。でこれはレッドマスタードっていう、うんうん、カラシナの仲間ですね、はい。でこっちは野生のルッコラ、ルッコラ、うん、これルッコラなの。ルッコラでこっちまたちょっと珍しいんですけども、これ今度赤茎ほうれん草といって、シュウ酸がないほうれん草だから生で食べれる、うんうん、ソースにすることもあるし、まあ本当お刺身に野菜だけ巻いて食べてくださいみたいな形をして、ちょっと人と一緒じゃないスタイルでやってます、うん。はい。そしてこのお醤油も、そう、お醤油は奥出雲の井上醤油さんといって、僕のお客さんの母ちゃんの実家が井上醤油さん、もう知ってる方は多分知ってると思うんですけど、2ヶ月予約待ちのお醤油です、はい。で去年は井上醤油さんのところまで行かせていただいて、醤油作りって正直僕21年料理やってるんですけど見たことなかったんで全部見せていただいて、うん、はい。でも社長さんたちの思いとか全部聞かせてもらって、もう今もうこのお醤油ベース。そしてこのお味噌は、お味噌はもう8年間付き合いになるんですけども、ちょっとすいません、うん、種類もたくさんあるんですけど、大慶商店さんっていう上田の作り手さんですね。まあ、生産者さんが主役のレストランって実は日本にあまりなくて、だからもう僕は正直その料理人としてはそんなに腕もないから、ゆうたくん、まあ腕がないから美味しいお魚分けてあげるよとか、ゆうたくん腕がないから美味しい野菜みんなよりいいのを分けてあげるよって言って、友達だけは昔から多かったんで、それでまあちょっといろいろご紹介もあったりとか、まあ自分はこんなスタイルで料理をやってるんだっていうのを話して、じゃあまあゆうたくんだったら分けてあげていいよっていう形で、今日本全国ちょっといろんな方にお手伝いしてもらって、まあお店をやってる感じですね。そんな感じでやってます。はい、わかりました。じゃあぜひご指導番号に預かりたいと思います。わかりました。